皆さんこんにちは、加藤亮です。とてもドキドキしております。僕も見たことがある作品だったので、あの作品のこの役をやらせていただけるんですかという大変光栄な気持ちとともに、すごい怖いなっていう気持ちがあります。そうですね、これはもうストーリーもすごい面白いんですけど、人がねパイになっていく様をどのように表現されるかとか、そういったところは稽古場でどうやって作り上げていくのかなっていうのがすごい楽しみなので、皆様もこう楽しみに待っていていただけたらいいなと思います。いやー恐れ多いんですけど、市村正親さんは明るくて優しいお父さんのような太陽のようなお方の印象がありまして、で大竹しのぶさんは役が憑依されているようなこうイメージがすごいあって、舞台上で一緒にお芝居するのがとても楽しみと同時にドキドキしますね。宮本亞門さんの作品を何本も見させていただいているので、亞門さんの作品がどのようにこう作り上げられていくのかっていうのがすごい僕は今楽しみです。この先どうなっていくんだろうかとい こう未知の世界ではありますが、僕が初めてスイニートッドを見た時の気持ちをお客様にも感じてもらえるように精一杯頑張りますので、ぜひ劇場までお越しください。